南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃ桐生さん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ？違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥や春人の父親のことを聞けなかった。あ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。